今日のコメント早く4月にならんからサトシの11話も気になるけど次のシリーズもマジで楽しみですよね。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？アニポケの重大発表いろいろとすごかったですよね。そこで今回はサトシ主人公引退に関する視聴者の意見について見ていきたいと思います。では関係ないけどスー君2022年はどうだった？なんかピューンバーンって感じだったね。うん、そっか。というわけでよかったら最後まで聞いててください。サトシ主人公引退に関する視聴者の反応をまとめてみた。先日ツイッターでサトシ主人公引退の率直な皆様のご意見をリプライで送ってくださいという質問をしました。今回はこのツイートのリプライから気になった意見を見ていこうと思います。まずはこちら。やっぱり悲しい。シンプルにサトシを毎回見ることができなくなるんだなと思うと悲しいですよね。衝撃はすごいですね。正直ゴーとコハルと一緒にパルディア地方の学校に行くのかと思ってました。僕もゴーとコハルはまだわからないなって感じだったんですけど、サトシはもうパルディアに行くとばかり思っていました。重大発表の時もやっと新シリーズの発表かってワクワクしてましたもん。そっからあの発表はやっぱり衝撃がすごかったですね。目の前が真っ暗になった。うわー僕も叫びたい。最初は続いてほしいと思ってましたが、やはり松本梨香さんや大谷育也さんの年齢のこともあるので、変に声優交代させてまでサトシやピカチュウを継続させるより、きっちり今の声で完結させて終わってくれることの方が僕はいいんじゃないかと思いました。確かにサトシとピカチュウはそのままずっと続いてほしかったですけど、声優が変わっちゃうよりかは今終わる方が綺麗なのかもしれませんね。やっぱりサトピカの声優といえばあの二人ですもんね。悲しい。でも次の主人公にサトシに負けないぐらいの活躍してもらいたい。でもサトシはいなくなってアニポケ見る人減っちゃうのかなって思っちゃってます。でもアニポケの主人公が変わるのは初めてなので、結局次のシリーズどうなるのか気になって見る人は多そう。サトシが全く出ないわけじゃないと思いますしね。ポケモンマスターとポケモンチャンピオンって一緒なんだなっていう。どうなんでしょうね。この前ダイヤモンドパールの最終回見直したんですけど、そこでサトシはチャンピオンマスターの先にポケモンマスターがあるって言っていたんで、違う意味だったのかもしれません。多分そこは1月からの11話で描かれると思います。涙溢れて過去のオープニング聞いてます。過去のオープニング今聞くとやばいよね。タイプワイルドとか聞いたら僕も泣いちゃいます。恐れず変化に踏み切った制作陣にはリスペクトです。サトシロスを打ち消すぐらいの初回盛り上げ&アニポケ離脱勢の復帰を成功させて、この決断が英断でしたってなってほしいところですね。アニポケ旋風巻き起これ。あ、ハセさんだ。確かにまだ次のシリーズがどうなるかわからないですからね。そこはマジでワクワクしてます。サトシも普通に出てきそうだしね。長年見てきたサトシが引退するのはとても寂しいんですが、新しい主人公の物語もどんなものか楽しみです。主人公がどんな子なのか、そしてどんなストーリーなのか、まだ全然分かってない部分が多いので楽しみですよね。4月まで待ちきれません。次作はラスボスで頼むぜ。最後にサトシが出てくるみたいな、それはかっこよすぎでしょ。めちゃくちゃ盛り上がるだろうな。というわけでサトシ引退について率直な意見を見てきたんですが、どうでしたか？サトシが主人公の物語で見れないことに悲しい思いはみんなあるけど、だけどその上で次のシリーズも楽しみにしている人も多いみたいですね。リコとロイがこれからどんな成長をするのか、そしてサトシが今後出てくるのか、アニポケの今後に期待したいですね。とまあこんな感じでサトシ主人公引退に関する視聴者の意見についてでした。ちょっとでもこのスターチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。